3回目で、6カ所最新校長就任周年における活断層業界の疑問ということで渡辺光久先生に来ていただきました。で今お話したようにですね、質問何でもありで、それでですね、今6カ所の安全審査最終段階に入っております。で規制委員会が断層に関してですね、断層評価に関して渡辺さんの論文に関して日本原燃にこれをきちんと説明するようにという宿題を出している状態になっております。でそれは私的お返事の上がった人間が言う読めば、それはですね、裁判になっても耐えられるような資料を作って持ってこいと日本原燃に今規制委員会が注文を出している状況で、この場に及んでですね、また日本原燃はボーリングを始めました。ですからそのボーリング結果が数ヶ月かかるんですかね、2ヶ月とか言ってるんですけど、ですからその分だけとか、あと火山のこととかまだいろいろ最終的な合格、いわゆる今新規制基準対応の審査になってますけど、それが終わるまで、それなりに時間かかる状況になっていますので、今日は皆さんにですね、本当にこのすごい、断層が、海側にあるわけですけど、それが陸上に上がってきていて、本当の断層を規制委員会が見ていない、日本原燃も知らないのか無視しているのか、そういう大問題がこの6カ所最終工場の安全審査で行われるということをみんなで認識したいと思います。で今日私が実はですね、この間正式なの新潟で山形沖地震が先日ありまして、で先生がそれに関して海底断層の論文もたくさん書いてらっしゃいますので、ちょっと最初にですね、6カ所から離れてですね、先にちょっと昨日この間 の山形沖地震に関してお話ししていただいて、それから6カ所の問題をやっていただきます。で本当に遠慮なくもう手を挙げて質問してください。はい、じゃあ先生お願いします。すいません、研究室のエアコンで喉がガラガラになってしまって、ちょっとこんな声ですが許してください。こういうタイトルでということで資料を作ってきましたが、今お話しあったようにその前にですね、山形沖地震についてちょっと私が知っていることを紹介いたします。ちょうどその新潟と山形の県境の沖合、ここが震源ですけども、でマグニチュードはですねそれほど大きくはないのですけど、局所的にかなり強く揺れたもので、いろいろ注目をされています。で地震本部その他はですね、未知の活断層とか活断層ではないとかですね、いろいろおっしゃっているようですけども、津波が発生してますので、海底に地変が出たことは間違いないですね。で地下だけで動いているのではないです。それで国土地理院はこういう断層を想定して、ここから東の方に傾き下がるような断層ですけども、ちょっと動いて、1.数メートルだったかな、で地震を起こしたということを言っています。で問題になっているのは、これに相当する活断層が認定されているかどうかということなんですけども、だいぶ前にもやったことなんですけども、これが淡島です。これ赤尾眼鏡で見ていただけると言います。右がブルー、左が赤です。左が赤、右がブルー、もう一つ消えます。はい、あ、全部消えた。大体分かりになりますかね。これが佐渡島です。でこれが淡島 で私たちがどういうものを読み取っているかというのはよく分かるんですが、大きな活断層はこういうところにあるんですけど、この淡島のこことここにですね、地震が起きたのはこの地下ですけども、ここのところに活断層があると判読しています。それからもう一つここにもあると判読していて、でおそらくこいつを起こした、この地震を起こした活断層はこれかですね、これだろうと思ってます。これがちょっと長めなんですけども、この部分で地震を起こしたというふうに思っていて、
今まで知られていないというその新法その他の発表にはですね、相当大きな抵抗があって、まあ、要するに私たちは全部無視をしているということなんですけども、日本地理学会のホームページに、これを出していますけども、まあ、地理学会なので誰が見てくるかよく分かりませんが、もう知られていますよということはですね、ちょっと声を大きくして言っていきたいなと思います。でちょっとこの日本海東縁の全体像を見てもらうとですね、その前にこれが鳥観図ですけども、鯨観図か、地震はここで起きていて、この断層だろうと思います。か、これですね、もしかしたらこれかもしれませんけど、まあ、どうかこの辺にあるやつが動いて津波を起こしてますから、この海底をずらしていると思います。で日本海全体見ていただくとですね、まあ、なんとなくわーっとこうシワが寄っているのがお分かりいただけるかと思いますが、ここでどれだけの活断層を認定しているかというと、これだけの活断層を認定しています。黒い線ですね。めちゃくちゃ活断層がたくさんあるところです。でこれのこの図の北方のこの端っこにが泊原発のすぐ横ということになります。まあこんな感じのところを見ているということですね。それじゃあもっと話先生、その地震数研究本部 その今震源認定数が間違っているというふうに、いやいや、だから地震本部は知られている活断層と対応しないとか、活断層ではないんじゃないかとよくわからないことを言ってるので、そんなことはないんじゃないですかっていう、位置も違うってことです。いやいや、震源の位置は北に合ってます。あ、はい、はい、いいですか皆さん、はい、次、それでは本題に入ります。2008年にですね、もう11年前ですが、幕張で毎年開かれている地球惑星科学連合大会というところで6カ所の発表をしました。でそれ以来足掛け今年で12年目になって、途中でもういいかなと思ったんですけど、昔の法案安全委員会、そして今の規制委員会ですね、非常に評価がおかしい妙なことばっかり言うので、ずるずると引きずってしまって、まあ、ちょっと私はもうライフワークになったかなという感じだと思います。でずっと説明、学会発表その他してきたんですけども、先ほど澤井さんからもちょっとあったんですが、私の説明が専門的すぎるからなんでしょうけども、なんか本質がうまく理解されていないなという妙な手応えがあってですね、それで、思い切って専門用語は省いたつもりなんですけど、地形用語はなるべく省いて、それで2008年とか2009年に使ったようなスライドも再構築してですね、再構成パワーポイント全部作り直して持ってきました。それで私の能力の限界があるのはしょうがないんだけど、先ほどあったようにわからないっていうところはもうその場で結構ですので聞いていただければと思います。で下北半島ですけども、何が特徴かというとですね、この黄色っぽいところが昔の旋回堤が干上がった地形です、地下のところです。これは海成断層、この言葉は出さざるを得ないんだけど、昔の海底が干上がったところです。で後で出てきますが、具体的にはこれ12万5千年前の海底なんですね。でこれがですね、今50メートルとか30メートルの高さがあります。ということはこの半島全域が隆起をしているということに間違いないですね。昔の海底だったところは50メートルまで上がっているわけですから、でなぜ隆起をするんだろうかということを研究しているわけで、で大きな活断層とすれば2つあって、その活断層が下北半島を隆起させていると思っています。一つはまだ正式名称は変えていませんけれども、大間北方断層と言いますね。
で、ここを境に函館側が落ちるような断層活動があって、ここが一番高いんですね、昔の海底が。それで南側に低くなります。こっち側が傾いてしまう。こちら側が高くて、こちらが低くなって、こうめくり上がるような隆起をここで見ることができています。これも、論文に書いています。まあ、電源開発さんといろいろごちょごちょやってるわけですけど、それからもう一つはですね、これは長大な活断層ですけども、内陸7外縁断層というやつですね。で、私は海底地形の専門ではないので、海底そのものに関してそう深くコメントできないんですけども、まあ、海底の調査の専門家である、海底を調査する方法の専門家である方も活断層のことは間違いないと言っていると思います。で、これが枝分かれして陸上に上がってきたものを私は六ヶ所断層と呼んでいるわけです。まあ、なんで問題かというと、ここを作っている、これ作ってあって、作りかけ、もう少し、もう一つ作ろうとしてるんですかね。それから六ヶ所の最初に工場ですけど、私は原子力施設そのものを作ることそのものに反対はしてないですが、あまりにちょっと危険なところに作りすぎているということで、2008年からずっと指摘をしてきたわけです。赤オレガです。左を赤で見てください。すごい崖が見えるんだと思います。これが大陸7外縁断層です。で、これがこの辺で陸に入ってきます。一方はこっちに行きますけど、それで先ほど申し上げたようにですね、ここのところが全部隆起をしているわけで、このマサカリの絵の部分がこう隆起をしていてですね、その横にこう断層があって、それでも全く関係ないと言い張る人の神経がわからない、当然考慮すべきことだと思いますが、まあ、先ほども言いましたが、ここに関しては私は直接コメントできませんけども、調査方法、音波探査の専門家は活断層があると言っておられるし、私は陸上であれば地震がありますから、ここに絶対活断層があるというふうに思っています。あ、しばらくちょっと待ってて。はい、あの今の穴掘りは分かりました。あ、もう浮き上がって見えない。浮き上がって見えるでしょうかね。あ、そういう聞き方するとです。見えない人のが多いです。見えない人いますよね。あ、やっぱいますか、ね、赤青眼鏡以外では見えないです。赤青眼鏡を見てどうすればいいんですかね、先生。これはコツはありますか。コツはないですその画面でですね、どこが浮き上がるべきなのかちょっとご説明いただけますかここにものすごく大きな崖があって、こっちが高くてこっちが低くなってる。その黒いところと白いところが、右側の黒いところは崖の下なんですね。これは崖の途中です。これが崖の一番下です。崖が上がって見える。崖の方が上がって見える。左側が高くて右側が低いんですね。そうです。ここを境にこちらが高くてこちらが低いんです。やっぱここがここが大変。なんとなく分かった。斜めから見ている方はちょっと見えづらいの可能性があるんですがね。ちょっとまあ位置を動かし動いてください。もし正面の方が見えるんですね。ちょっと体を正面に来たら見えた。あ、見えた。海の中ですので、強い侵食作用はないのですね。で、侵食作用でこの崖ができるとはとても思えないわけで、断層運動でずれたと考えざるを得ないと思っています。
その崖で高低差はどのくらいあるのですか。厳密な数字は覚えていませんが、数百メートルあると思います。すごい、すごい崖です。数百メートル、本当に。300とか。300ぐらい。で、まあ、北方断層っていうのはここに想定しています。だから、Google の地図でも、その大陸棚が黒く、Google の地図でも分かるんですよ。Google で分かりましたっけ？はい、分かります。Google では分かんないですよ、ね。分かんないです。まあ、これなんですけどね。それですよね。それ、それ。先行っていいですか。はい、お願いします。で、日本原燃はですね、この断層を認めていません。で、無視しているわけですが、これは非常に長大な活断層であって、もし動くとするとですね、経験的には M8 クラスの地震を起こすということになります。100キロぐらいありますので、M8 の地震を想定すべきところを 6. 点いくつですか。6.8 っていうと100倍までいかないけど、60/70のエネルギーに値切ってしまっているということになると思います。で、まあ、多分私が言ってる限り、その原子力関連施設周辺でいわゆる値切りっていう行為、長い活断層を短くしたりですね、本当は大きい地震が起こるはずなのに小さくできたりですね、している、その数値とすると、まあ、これ最大級だろうと思います。で、ただし私はこれの専門家ではないので、 M8 の地震が起きたら施設はどうなるかとか、どのくらい揺れるかとかいうことは私は分かりません。そこまでは全くお答えできません。私が言えるのは、このくらいの地震が起こるということ、それからこれからお話をしたいのは、実はこの断層が動くことによって土地がずれるということが起こります。で、これを、この言葉を出さなきゃいけないんで、どうしても出してたんですけど、東極という言葉なんですが、後で説明いたしますが、ここのところにですね、かなり幅の広い地層が、地面が曲がるゾーンがついてきます。で、なぜそれが問題なのかということも後で申し上げますけども、私がコメントできるのはこちらです。こちらは分かりません。今日はちょっと時間がないと思ったんで持ってこなかったんですけども、地震の被害には建物がガタガタと揺れて起こる被害と、断層運動で地面がこう傾いたり食い違ったりすることによって起こる被害があります。で、私がコメントするのは、その食い違うことですね。ずれたり食い違ったりすると。で、当局ですが、この言葉ですが、これ硬い岩盤で、ここに断層があって、上に柔らかい地層が乗っている場合にですね、この断層を動かすとどうなるか、こうなります。硬い岩盤はバサッと切れるわけですが、上に乗っかっている柔らかい地層は全く切れずに曲がるだけになってしまうんですね。で、これを当局と言っています。これは逆断層運動ですけども、地面も地層も変形、曲がるだけなんですね。で、この曲がっているところを当局と言います。ちょっと他に言葉が当てはまる言葉がないので申し訳ないですが、これは使わせてもらいます。先生、逆断層って、逆断層というのは、これが坂道みたいになっているわけですけど、坂道に置いたボールが坂道を下らずに坂道を上がっていくタイプの置き方ですね。坂道にこれを置いた、これがですね、下に落ちていくと重力でこう滑っていくのと同じですが、これは正断層と言います。で、重力で逆らって坂道を上に上がるタイプの逆断層と言います。
で逆断層が動くと、あの日本には普通柔らかい地層がありますので、こういう変形が起こることが普通です。で、まあ、余計な話ですが、実はあの断層を研究している方っていうのは地質学にもたくさんおられるんですけども、地質学の方にはこの当局がなかなかわからないですね、やっぱり。で今のところこういう変形で活断層を認定できるのは地理で、日本では地理で地形学をやっている方だけのようです。例えばこの崖ですね、これは福島県ですけども、非常に緩い崖があってですね、向こうが高くなっているんですけど、バサッと急な崖にはならないですね、緩やかな崖になります。この下に逆断層があります。これはあのテンシャン山脈の北のウルムチというところですが、川が作った平らな地形があるんですけど、段丘という地形ですが、昔河原だった平らな地形がですね、ここからスーッとこう低くなってきます。これを東京と言います。だからこの低い方の河原はここでずいろいろ緩やかに低くなっていく、こういうタイプの変形がですね、近い大規模な活断層がある、逆断層があることを示しています。これもそうです。これはテンシャン山脈の南のへりですけども、昔の川が平らだった川がここからずっとこう緩やかに降りてきます。これ全部東京と呼ばれる地形です。これがあると下地下に巨大な逆断層がある。で下北なんかで問題になるのはこのパターンなんですね。例えば海が作った平坦な地形、まあ、海岸段丘、海成段丘といいますが、昔 の海底が干上がった地形がですね、こう海岸上に残っている場合があります。もしこう残っていれば、こっちが新しい、こっちが古い、昔ここがより古い海底が変わる。で、これは新しい海底だと、まあ、後で出てきますが、実はゲーネンさんはこれを主張しています。あ、ちなみにこれはリアルではなくて私が作ったモデルですけど、で6カ所周辺で見えるのはどういうものかという、これこういうのがあるんですが、実は問題になるのはですね、こう見えるところなんですね。こうではなくてこうやって見えてしまう、つながっちゃうんですね。どっかに崖があるわけではなくて、だんだん低くなっていって、こうそうするとこれ地形的にはですね、時代は同じと考えざるを得ないんですね。だけど曲がってるわけですね。じゃあなんで曲がるかということで、地下に断層があるんだと。でこれをまあ東極と呼んでいます。で東極の幅が狭いとですね、例えば10メートル20メートルでギュッと曲がってくると現場でパッと見てわかるんですが、あの6箇所のやつは1キロ以上の幅で傾き下がってくるので、それでまあ一般の方になかなか認識されにくいという形なんですね。まあ後で実際に見ていただきますのでご確認ください。集中的に調査したのはこの範囲です。昔の海底ですね、干上がったものが何段か見えるんですけども、今日の話で重要なのはこの黄色い12万5000年前の海底、それからこれ何色に見えているんですかね、緑色っぽいやつです。この色です。ちょっと濃い緑色に見えているやつが10万年前の海底です。でなぜ時代が分かるかというと、後ほど出てきますが火山灰があるんですね。はい、いいです。火山灰を使って、いつの海底か、何万年前の海底かということを明らかにしています。でちなみにもう一つ上はですね、ちょっと色が悪いんですが、これが20数万年前で、これが30数万年前だろうと思います。まあ今日の話と関係ないので重要なところですね。12万5000年前と10万年前の昔の海底、これをよく見ています。でどこが折れ曲がっているか、緩
緩やかに傾き下がっているかというと、このゾーンであるということをずっと昔から主張しています。核燃料サイクル施設はここにあるわけで、裏濃縮工場はここにあったと思いますが、これギリギリかかるかかからないかのところになっていて、で先ほど言いました申し上げましたが、この断層運動で土地がギュッと折れ曲がるということがですね、ひょっとしたらまあ致命的なダメージを与えるんじゃないかと思って心配をしているわけです。あの繰り返しになるかもしれませんが、昔の海底があってですね、これを六ヶ所断層が動いてこうやってたまわせる東極ですね。で今や何回も何回も起こってて、まあ、これだけ高さが食い違っていると3-40メートルですね。この幅が1キロ2キロあるので非常にわからない、わからないとおっしゃる方もおられます。左上で見てください。少し難しいかもしれないけど、ちょっと私が指摘するところだけ見てください。ここからですね、ここまで緩やかに下っているのが分かりますか。あのここの崖すごく高いじゃないですか。だけどこの崖小さいじゃないですか。だからここから緩やかにこう傾いてくるんですよ。こっちも同じなんで、こっちも同じなんですけど、まあ、そういうものなんです、でなんですよ。それであの地形学やってない方には非常に難しい判断になります。ちょっともう一つだけ穴グリル画像が出てきます。ここの部分拡大しています。これでちょっと見てください。デコロコデコロコしているんですけども、これが昔の海底、干上がった海底なんです。でちょっとデコボコしてますが、まあ、大体平坦なんですね。ところがここからギューッと傾いていくのが分かりますね。これもそうなんです。ここはほぼ平らなんですけど、ここからギューッと傾いていくんですね。これかなりあの高度を誇張していますので分かりやすいんですが、現実にはあの急なところも2度とかですね、4度ぐらいしかないので、まあ、慣れない方には分かりにくいんですが、私が問題にしているのはこれなんだということですね。そしてここにまたちょっと平らなものが来てしまってですね、これがまた分からないんですが、で今日の話の後半はなんでこんなものがあるか、この下に何があるかということが分かったということがあの主な内容になります。後半の内容、ここよろしいでしょうか。いいですか。穴ぐりがここで終わりだという、はい、でこの六ヶ所断層も運動でこう曲がってくるわけですが、そこにちょっとこいつが引っかかっている可能性が高いと思っているわけ でそれがなぜ問題かということですけども、あの地震被害、ズレによる被害がそういうところに集中するっていうのはよく知られていて、例えば2005年のパキスタン北部の地震ですが、この町でですね2000人の方が亡くなっています。で私は最初この地図の写真見た時によく意味が分からなかったですね。意味が分からなかったというのは2000人もどこにいたんだっていう思ったところが、地震の前の写真を出すと分かります。ちょっと見ててください。地震の前はですね、高級住宅街が広がっていたんですよね。かなりあの日当たりがいいので高級住宅街で、こちらは高級ではない住宅街で、なんでこんな日当たりのいい斜面があったかで、南向きなんですけど、ここに断層があるんですね。でこの断層運動でこれが東極してですね、こういう斜面を作ってたんですね。でそこにこう立ってた。で非常に不幸なことですが、ここにある活断層が動いてかなりでかい地震を起こしました。こうガタガタガタって揺れたんですけど、
ここはですね、揺れただけなんですね。ところがここはですね、揺れるとともにこうなっちゃったんですね。で、結果がこれなわけですよ。こっちは壊れてないですね。で、この傾き下がるところが全滅しているわけで、これをまあ心配しているわけです。この被害のコントラストは圧倒的なんですね。揺れ方はほとんど同じだったと思いますけど、ギュッと傾いたところは全部崩れて、ここは壊れてないんですね。で、あの日本原理の施設はこれに引っかかってるんじゃないかと言ってるんですね。全域がそうというわけではないですけど、ちょっと読み切れないところもあって、ちょっとこう引っかかってる可能性も。これ何回も出てきましたが、こうなっているんですね。で、ちょっと別の図で見ていただくとですね、これ共同通信さんに作ってもらった図で、東日報さんに作ってもらった図がこれで、また渡辺中田鈴木が2008年に書いた論文ではこうだと言ったんですね。あの地下に大きな逆断層があって、これが向こうだからみんなこう曲がってですね、当局をしている。これが私たちの結界です。これに対して、日本原年はですね、違うと展開を出しているわけです。今までにずっとそれが続いているんですが、まずこんなふうにはなっていないと。どうなっているかというと、ちゃんとこう段があってですね、こっちが高くてこっちが低いのは確かなんだけど、こうやって低くなってるんじゃなくて、こう階段状になっているというわけです。もしこういう形であれば私は何も言わないんだけど、私にはそう見えないですね。それからもう一つ問題なのは、地下を見ていると傾いている地層があるということは認めてるんです。傾いている地層があると認めてるんですが、これとは無関係だと主張してるんですね。つまり傾いてんだけど、上にあるやつは水平だから全然関係ないんだと言ってるんですね。で、私たちは地下も地表も全部曲がってると言っていて、ここで見解の対立が起きています。これ何回も伏せて出てきます。こういう問題なんですね。で、例えばその地層とか地形がどう曲がっているかっていうのをいくつか見ていただきます。ここであの90メートルぐらいですね、地層が見えているところが出たことがあります。今はもう跡形もないっていうか全く見えませんけど、こういう形で地層が見えていて、で何が出ていたかというとですね、これがちょっと古い地層、岩盤です、硬い地層ですね。で、その上にこの火山灰が後でたくさん出てきますので、ちょっと記憶するというかな、こういう火山灰だということはちょっと理解してほしいんですが、11万数千年前に北海道の洞爺湖から飛んできた火山灰です。これが洞爺湖から飛んできた火山灰がこうあってですね、その下に12万5千年前の砂があります。海底に溜まった砂がですね。そしてこっから上はいわゆるローム層、関東ローム層っていう火山灰みたいなものですけど、この中に十和田のレントと呼ばれる8万年前の火山灰があってですね、でその下に10万年前の海底に溜まった砂がある。さっきから12万5千とか10万とか何で分かるのかっていうのを火山灰で決めたと言いましたが、こういう火山灰で決めています。より厳密な話は省略をいたしますが、まあ、これがあるから10万年とか12万5千ということが分かっているということですね。で、問題は傾斜です。ちょっと質問いいですか。はい。それの見解は日本原理と一致してるんですか。はい、はい、一致してます。あ、そうです。これにはあの全くそこはないです。はい、問題は傾斜。あ、どうぞ。引き吐きない前に見学のご一緒させていただいたとき、カイト
弁護士なんかも一緒でして、あそこを写真写してきたの持ってますけど、あそこなんですね、今確認できて嬉しかったです。はい、で問題は傾斜なんですけども、ここ2度という傾斜で傾いています。2度という傾斜はですね、あのちょっとゆるゆる登るんだけど、そんな海底ないですよ。砂がたまる場合にはほとんど真っ平らになります。 0. 何度ぐらいですよ。でこの数値自体が異常なんですが、もっとこっちに来るとですね、5度とか6度傾き始めます。だからここからこっちに向かって折れ曲がっているようにギューッとこう下がっていると言ったんですね。それからこれは12万5000年前の海底がこういう変形している。で10万年前の海底はこっちではあまり傾斜してないんですが、それでもまあ1度とか2度の傾斜があって、こちら側に来ると3度近くまで傾斜をしていて、やっぱり向こう側は平らなんだけど、こちらに向かってずっと傾き下がってくるということがよくわかります。で こっちに断層があるんだと私が言ってるんです。それから2008年に論文で書いた断面をちょっと手直ししたんですけども、ここで地形がどうなっているかということと、それから地下の状況がどうなっているかということを見ていただきます。地形はこうなっています。12万5000年前のこれさっきの11万数千の火山灰ですけど、その下のこの緑色ですね、これずっとこっちにはあるんですけど、こっちでは地層確認できないので書いてないわけです。まあ12万5000年前の海底がこの線で書いています。でこれがぎゅーっとこう急に傾いていくということですね。まあ2度とか3度ぐらいまで傾いていきます。でここに10万年前の新しい砂がこうやって傾いているところがこうやって溜まっているんですね。でこれが2008年の時にこれ分かんなかったので書いてないんですけど、今はこれを書いています。 1.3 度くらい傾いています。でこれ地下はどうなっているかというとですね、これを六箇所凍結と呼んでいるわけですが、地下がどうなっているかというと、これは私の想定です。ここに逆断層があるから凍結をするんだと。で現年、日本元年の地下探査の記録を出してみるとですね、このしましま模様が地下の地層の様子を示しています。ちょっとへこんでるとかですね、平らだとか傾いてるとかですね。で何が分かるかというと、このほとんど水平なところでは地層はやっぱり水平なんですよね。で私たちが傾くといったところで傾いてるわけですよ。完全に一致してるんですね、地下の構造と。で次の話はいろいろ異論も出てくるんだけど、この強い話太くて黒いところがですね、ここなくなるんですね。ここでだから通常ここに断層を想定するんですよ。だけどまあ元年は違うというから、そういう人もいる。私にはこれ断層が見える。だからこれが6箇所なんですよ。こいつが動くからこうやって曲がるんだ。地層も曲がってるし、地面だって曲がってるじゃないかというのが私の見解です。全く同じですね。それからここは、この10万年前の海底とその砂が見えると、傾いてて分かりますよね。まあ、8万年前の火山灰があって、ロウの層と呼ばれるのが 2メーター半ぐらいあってですね、これが10万年前の海底に溜まった砂になります。これがだいたい 1.3 度傾きます。 1.3 度という数値は非常に微妙ですけども、通常は多分 0. 数度ぐらいだと思いますので、変形をしているんだと思いますね。見て分かる傾きなので、普通の海底はそうはいかないです。ここは高いの砂丘が砂が乗っかっています。でここでこれももう今全く見ることができませんが、
一度入ってすごく入りました、はい、参りましたねプールになってます。まあ写真撮っててよかったのかもうこれよく見ていくとですねものすごく乱れているんですよ。で拡大するとこんな状態になっていてですね、でこれを何というかというとこれを液状化というんですね。典型的な液状化現象です。まだ固まってない状態の時に相当強く揺すられたので液状化現象が起こったというそういう証拠も出てきています。すみません先生、乱れているの主語は何で、何が乱れている？砂がですね、こんな風にはたまらないですよね。こうほとんど水平に溜まったものが踊るようにこう乱れている。この黒いところと白いところがありますが、黒いところはなんか高いとかいうことなんですけど、ちょっとそこがこの写真を見てもわからないです。これはちょっとね、細かいです、粒が。で、こちらが少し粗い砂です。違う種類の砂じゃん。はい、粒の大きさが違います。それが違う、グラクセラルで混ざっちゃった。そうです。まだ水を持っているときに、乾いた後で動きませんけど、水を持っているときに揺すられるとこうなります。あの 3.11 でよく液状化が出ます。地下から水が絞り出されてきた。そもそも地面の下にあった砂が、その揺すられたときに上に出てきたという話だと思います。そういう区分ができている、しましまができているというのは、もともと地面の下に違う砂があったのがどこかで出てきたというか、出てきたというか海底の上に、海底にですね、いろんな細かい砂とか粗い砂とかいろいろこう積み重なってこう縞模様ができているわけですよ。もともとはそれが揺すられてこう乱れている。縞模様、その下の縞模様っていうのはこう上から下にずっと出ていた縞模様、上から下からこう順々順々こう体積して、表面から見たら一つの砂しか見えないはずな上だけど、その下の方に入ったものがもうあの布団を積み重ねたやつの下の布団が出てきたみたいになって、こう 上にも見えるようになったで、こうこう、まあ、そういうことになりました。きれいな層になってもともとはきれいな層になってますけど、 こいつはですね多分この辺にあったものが絞り出されて上に出ていったのだ。でちょっとこの断層有名なんでコメントしておきますが、ここにあの日本原理も認めているデト西方断層というのがあります。これですね。でこのここでよく見えていたんですけども、これも今ほとんど見えないんですよね。草が生えちゃってる。断層元通りまあ、あまり本質的ではないですけど、やっぱりあの調査の時期を逸すると何もわからなくなるということで、たまたま私が行った時そこら中に地層が出ていてですね、よく分かったということ で、ここで断層が、ここで断層を確認できまして、こういう断層ですね。10万年前くらい あのこれは石ころとか砂の層ですね。でここに8万年前の火山灰とか 3.2 万年前の火山灰があって、完全にこう地層を切っています。 ここがあの崩れた、ここから崩れた地層が溜まっているので見えないという意味です。おそらくですね、これ当局をしているんです。明らかにギュッと折り曲げられているので、でこれがギュッとこう折り曲げられますから、ここにこう裂けたような状態の、で地面はこういうふうに変形をしていて、これ当局外です。しかしですね、この当局外は非常に狭い、10メートルぐらいしかない幅が、この範囲にしかないんですね。それからズレの量もですね、非常に小さいんですよ。すいません、削ったはずなんですけど、専門用が時々出てきますが、この縦のズレですね、これもそんなに大きくはない。まあとにかく10メートルぐらいの幅で、こう当局しているのはいいんですが、まあ、それがせいぜいだと
で日本原燃の図を借りてますけども、これがですね、デト製砲弾層だと言っていますが、よくわかりません。よくわからないっていうのは、これもやっちゃいけないことの一つというか、まあ、別の資料をつけなきゃいけない。線を変えちゃうとですね、そう見えるんですよ、これ。よく見てください、この黒いのずっとつながってるんですよ、ね、この黒いのこうつながっていてですね、本当にここに書けるのかなっていう疑問は残ります。まあだけど彼らはそう言ってるんで、そう書いておきますが、地下の情報の処理はかなり怪しいと私は思います。ただ間違いないのは、ここに地面はここに、ここにデト製砲弾層が出てくるのは間違いない。で今お話をしたように、この断層が作る東極帯って10メートルぐらいですよね。ところがこう地層の変形を見ていただくと分かりますが、1キロ以上の幅にわたって曲がってるわけで、これを私が緑化粧東極と呼んでいて、こっちに断層があると思ってます。で以前のはですね、デト製砲弾層は重要な断層ですが、そればっかり注目すると、あの本体は見失うってことですよね。これ重要でしょうが、重要な、もう本当に重要なのはこっちの構造だと。幅広くですね、これが2キロですので、1キロあるいはそれ以上こう傾き下がる中にピューッとこう10メートルぐらい出てきている断層だと。これはあの規模が違います。規模が違いますので、デト製砲弾層で片付けるわけにはいかないということですね。次にここですが、さっき皆さんにここから傾き下がるじゃないですか、見ていただいたんですが、これもあの2008年の論文にちょっと修正して加えたものです。23万年前の断球がですね、たわみ込んできます、凍結してきます。そして 12.5 万年前の断球がものすごい傾斜しています。そして10万年前の断球がほとんどあの傾斜し、変形してなくて、そのまま水平にこうついていく、まあ、ちょっと非常に複雑なところなので、あの細かく言うとちょっと分かりにくくなっちゃうんですが、要するにここが緑化粧東極だというわけです。でこの地下がどうなっているか、同じですよね、同じですよねって、私たち地形が折れ曲がってますよっていうところで、地層がものすごい急になったじゃないですか。こういうところですね、みんな急になっていて、全く完全に地面の変形と地下の地層、あ、これ地下の地層を示しますけど、地下の地層の変形の様子は全く調和している、何の疑問もないと思います。だけど一言で関係ないと彼らは言い切るわけで、それがよくわからないということです。でもうちょっと広い範囲で地下構造を見ると、お分かりですよね、こう傾いているところで傾いているんですよね。地層が傾いているところと地形が傾いているところが完全に一致しているんです。で、私はこれが断層だと思います。この黒くて太いやつがここでなくなってここに出てきますので、まあ、こういう形で6箇所断層があると思います。次はここなんですけども、同じように断面を取りました。12.5 万年前の海底がですね、最初は平坦なんですけど、途中からギューッと上がっていきます。あのかなり幅広い、1キロ弱の幅で中で15メートルぐらいこう緩く上がっていってしまう。だからここだけ見ているとよく分かんないんだけど、ここと比べるとその違いがはっきりします。でこちら側から向こう側を見た写真がですね、これになります。これですね、これ急な坂に見えますが、そうではないですよ。
700メートルぐらいで15メートルぐらい上がっていくような坂なんですね。で、ここはほとんど水平なので、それと比べると明らかにここのトラストがついてきて、あの曲がっているってことはこれで分かるんですね。で、地下の様子も問題ないとですね、この太い黒いやつがここにいますので、断層があって上の地層が曲がっていて、それと同じところで地面も曲がっていて、教科書になるような図だと。ちょっとまた難しいことを書いちゃいましたけど、あの変動地形の教科書に使いたいぐらいの構造だと。地下でこうスパンと切れるんだけど、地下で切れるんだけど上は曲がるだけ。で、今のところですが、最近ドローンに凝りまくってていろんなところを撮ってるんですけど、わかりますか、わかりますよね。この道路はここでずっと上がっていくのが、で、ここもこう高くなっていくのがわかりますか。だからこのゾーンを境にですね、向こう側でずっと高くなるんですよね。これを見ています。で、まあ、大体こういうところなんですが、もう一回ちょっと思い出すとですね、私はここでこうもともと垂れ合ったものがこう曲がってるんだと言ってるわけですが、曲がってるんだと言ってるわけですが、原理はそうじゃないと。こっちが高くてこっちが低いのは確かだけど、階段状に下がってるんだと彼らは言ってます。それはどうでしたか。ここもう一回見てみるとないです。階段なんか階段上になんか下がってないですよ。スーッと上がってるだけなんですよね。それから地面はこう水平なもの段になっていて、地下の地層は傾いてるけど、これは水平なのであって全く関係ないと言ってるわけですが、それもおかしい。全く段もなくて、さっき言いましたが、もう教科書にするような構造だと。地面が曲がっているところで地層も曲がっているわけで、昔の海底がこれ曲がっていて、地下で地層も全部曲がっているということになります。こっちだということですね。こんなふうにはなってないです。で、ここのところはですね、12万5000年の海底だけしかないので、かなり強く言えていたんですが、ちょっとこちらはへりくつを行われると、こう説明が必要なところでした。というのは、こっち12万5000年の海底があって、その下に10万の若い海底のが隆起したところがあるんですよね。つまりこうも見えるんですよ。黄色い段丘があって、その下に緑の段丘があるようにも見えるので、私には見えないんだけど、あのそう言われてしまうとですね、まあ、専門的かでない方はちょっとそうかなと思うようなところになってしまいます。すごいですか。日本原理はその平らな面が、まあ、3つある。その成因は何だか一つするんですか。海面変化ですね、はい、あの一般論としては正しいです。海面変化が起こればこういう地形ができるのは正しいんですが、ここではこんなものが見えないということです、ね、はい、わかりました。で、ここではその古い段丘、新しい段丘というのがあるので、へりくつをこねられてちょっと困っていたわけです。で、それをちゃんと調べたいということで、去年でしたか、おととし、上沢さんから路頭があると聞いてですね、飛んでって調べました。で、行ったらかつて見た路頭だったんだけど行ってみたら、あれ前見たなと思ったんだけど、
前見た写真を出したら出すとですね、今汚くてなんか全然わからなかったんですが、非常に綺麗になってたので、詳しく観察できたといったことを加えてですね、ここを詳しく検討しました。本当にこうなっているのかということですね。で、まあ、これに沿って、まあ、地形断面、断面とか地形の様子とか地下の地層の様子を描いています。場所はここです。これ浦野宿工場でいいですか。浦野宿工場のすぐ近くで六ヶ所の村役場ってどっか来ないですよね。でこれなんか学校作って宅地化してる。で12万5千年前の海底でちょっと境界があって10万年前の海底があります。これは僕も確認しました。境がはっきり書けないんですが、なぜ書けないかというと段がないからなんだけど、まあ違う時代の海底があることは確実です。で私が六ヶ所洞穴というのはこの範囲、この範囲で海底が曲がってるんだということですね。でくどいですが、その地下で地層も曲がっているとずっと見ていただいたと思って。で何度ぐらい傾いているか、12万5千年前の海底、この辺はですね 0.6 度ぐらい、ほとんど分かりません、傾いているかどうかですね。だけどこの赤の範囲に入ってくると2度という方の低くなって現れてきます。それからこちら側の若い海底は 1.3 度ぐらいの傾きです。まあ、これからいろんな絵を見てみながらちょっとこれを確認をしていただくと思います。このぐらい離れてれば多分撮影しても怒られないんだと思いますが浦野宿工場ですね。それで、まあ、これではちょっとお分かりいただきにくいんですけど、ここはほとんど水平なんですが、この辺から傾き始めてくるんですけども、まあ地形の境はこの辺りにあって、上が 12.5 万年前の海底で、向かって下側が10万年前の海底です。で後で出てきますが、ほとんど固めてません。ここはからここが見ようと思えば傾いてるかなって気がするけど、後でちょっとこれ2度傾いてきます。そしてここは 1.3 度傾いてるということです。ここ少し高くなってるんですけども、これ砂丘です。砂丘が向かってこの辺からですね、こちら浦野宿工場の方を見たはずです。これ明らかに傾いてで、こっから向こうはですね、見えない。向こう 0.6 度の傾斜になっていて、この辺から急にこう傾いていきますので、こういう形に見えているわけですよ。これ傾斜が変わらないとですね、このまま向こうが見えてないといけない。だけど見えなくなるってことは、こうなってるってことですよね。12.5 万年前の海底、10万年前の海底があって、砂丘がちょっとぴょこんと飛び出ています。でこの辺が 0.6 度ぐらいですね。縦誇張してますから傾いてるように見えますけど、実際にはほとんど傾きません。でこの辺が 2.0 度傾いていると、こうなっていてですね、今ここから向こうを見ていただいてますね。ここからこう見るわけですから、この傾斜は分かりますが、こっちがよく分からんと見えないという、そういう感じですね。でずっとちょっと不思議だったんで、最近はっきりしたことなんですが、日本原電はですね、こっちに高い段級があって低い段級があると。確かにそうなんですよ。古い段級があって新しい段級があるんだけど、こっちがちょっと高いんですよね。こんなことになっているわけです。
で、なんだろうな、ひょっとしたら断層があるのかなとずっと思い続けてきたんですけども、これもはっきりしたお断層で紹介します。でその断層その他ちょっと見ていただくと、これもドローンを使って立体モデルを作ったんですけど、 12.5 万年前に描いていて、2度傾いてきます。分かりにくいところもあるんですが、これずっとこうやってくるとですね、これ高くなるの分かりますか、ね、ここのところ少し高くなりますね。次の図のが分かるかもしれません。まあ砂丘、ここが高いのは砂丘です。で多分ここに断層があるんだろうというふうに考えていました。ここで高さ違いますよね。こっち高くなる。これは穴掘り深度ではないです。ただここもですね、ここが高くてここで低くなりますよね。こっちからずっとやってきたのはここでピョッと高くなるね。こっちもずっと来てここでピョッと高くなります。で 12.5 万年前の海底、あのドローンで撮った写真なので木を削除できなくてちょっと見にくくなってます。これ全部木です。樹木ですね。それで、境目がどうかこの辺で10万年前の海底があって1.3度で、この こういうところですね、断層があるんだろうとずっと思ってたわけですね。これですね。それで、何をしたかということですが、日本原年はこういう段丘があって段丘外があって新しい段丘がついていると、もしここにある地層がここを追っかけたときにこうなっているとですね、原年の主張にかなり近くなります。つまりこういうことですね。水平になってしまっていると、ここのとかよくわからんとごまかして、こうなってこうなってこうなってって、ここに水平にこいつが出てくるとですね、これに近くなる、かなりこちらに有力になっている。ところがもしこうなっていればそのまんま突っ込んでいけばこっちだと、それをですね確認をしたわけです。今のところ昔はちょっとこれよく分からなかったんですけども、大きな露頭ではっきり分かり、露頭地層が見えるところではっきり分かりました。さっき見ていただいたこれですね、ここに 100m 以上の土が出ているところがあるんです。でさっき申し上げましたけど昔見たんですけどものすごく汚くてよく分からなかった。今非常にきれいに元年さんが削ってくれたのでよく見えるようになった。ここの露頭を見ました。露頭の頭は頭です。露頭の頭は頭です。そうです、はい、すいません、露頭、あらわ、あらわの頭です。ここに地層がバッと出てきていてですね、専門的な話は全部省きますが、100メートル以上地層が出ていてですね、これずっとこう見ていったんです。で何が分かったかというと、これ赤土、ローム層と呼ばれている赤土ですね。それでここに砂丘の高まりがある。これが砂丘です。でその下にあの先ほどから出てきてますが11点数万年前の火山灰がですね、この黄色い点ちょっと見にくいところ、でこれを指標にですね、これが 12.5 万年前の海底にたまった砂で、その上にあるのが10万年前の海底にたまった砂ということが分かった。で角度ですね、傾斜です。測ってみましたけど 12.5 万年前の砂はこういう角度で2度ですね。ものすごいとこ8度ぐらい傾いてるんだけど、まあ、一般的には2度ぐらい傾いてます。この砂
端はですね、やっぱり 1.3 度なんですね。この地層で見ても、地形で見ても 1.3 度だったんだけど、地層で見ても 1.3 度傾いていました。まあ、重要なのはこいつなんですけども、ちょっと色が分かんなくなっちゃいましたけど、ずーっとですね、2度の傾きで傾く。12.5 万年前の海底の砂が2度とずっと傾いていたということですね。これではちょっと分かりにくいので、縦横比を変えてみました。いいですか。この人実スケールだと分かりにくいので、こう縦を誇張してみますけど、こんな感じですね。まあ、さっきから申し上げますが、これは異常な数値なんですね。まとめてこうなった。どうなったというと、1.3 度地形が傾いているけど、地層も 1.3 度だと。で、ここで2度傾いているって言ったんだけど、その地層はここでも2度傾いていたということが分かったということですね。これをちょっとひっくり返します。説明のためにひっくり返します。で、よく分からなかったここなんですけども、これがはっきりしたと。どっちなんだろうと思ってたけど、もうはっきりと2度そのまんまの傾斜で突っ込んでくることがはっきり分かりました。つまりこうではない、こんな水平にこう段々があるわけではない、こうなっていてこれに水平な層があるわけではない、全部同じように傾いているということがはっきり分かったわけで、こういう状態であった。ただ、私、昔ちょっと間違っていたのは、12.5 万年前の海底だけかなと思ったけど、実際にはここに10万年前の海底もくっついてきたので、学術論文としてはちょっと修正をしなきゃいけないという話になります。まあ、だけど、こうである、こういう構造であるということは、はっきり確認をできたと。さらにですね、これ断層かなと思ってたわけですが、この地層の高さを正確に出すとですね、こうなりました。あ、そうそう、それで、ここからほとんど水平なものがずっとこう折れ曲がってこう傾いていくというのが、これが六ヶ所等距だということになります。で、分かったのはここではなくてここに来ていた。つまり地層の高度が全然違うことが分かってですね、断層かなと思ってたけど、確実に断層があるということが分かりました。地層のズレがですね、こう見えたんですね。こうであれば断層はないんだけど、ここに上がってしまってますので、ね。で、これをなんか、実際に断層を目で見ることができないかなと思ったら、日本原燃に素晴らしい資料があってですね、カメラの前でこのこと言っていいか分かんないけど、元年さんはむちゃくちゃな解釈をしてるんですが、嘘は出してないんですよね。事実を捏造した形では出してないので、見た瞬間にあ、これすごいなと分かってしまうってことなんですが、これどこで確認できたかというとですね、今見ていただいた地層が見えていたのはここなんです。で、ここちょっと拡大をいたしますが、ここの地層をずっとこう見ていたので、それでここになんかこう穴を掘った跡があるのが分かるでしょうかね。これは日本原燃が穴を掘って調査した跡です。で、ここに見える地層とここに見えた地層を両方つなげてずっと資料を作っているんですね。で、それがこれになります。ちょっとぐちゃぐちゃして分かりにくいんですが、これが掘ったところで、これが地層が見えているところです。で、この部分が掘ったところで、こっからこっちがですね、この地層が見えていたところを合成しているんですね。で、
まあ、簡単にこうまとめると何が出ているかというとですね、12万5000年前の砂です。ここにもあります。ここにで、こっちからさっきから言ってますが、12万5000年 の、 あの砂地形があって、ここに砂があると。その上にブルーで示したのが、これは10万年前に海底に溜まった砂です。で、なんでそんなことが分かるかというと、何度も出てきますが、洞爺という火山灰が見えているということですね。それで、その上にあるのは赤茶けた、いわゆるローム層と呼ばれる、こういう形で見えていると。で、問題は傾斜ラインなんですが、何回も言っておりますが、2度で、この中でどうだったかというと、先ほど見ていただきましたが、全体的には2度ですね。部分的に8度傾いているところもあるんですけど、まあ、全体的には2度ぐらい傾いていて、これとこれが全く同じ傾斜だというわけで、でしかもここでこの落差がある、これがここへつながらないですね。それから10万年前の海底の傾きは、これも何度も言ってますか、 1.3 度という形で、これ数字はもともと私が出したものですが、現年の資料を使ってまたこの数字になるということで、ここに断層があるんです。高さが合わないよねというちょっとその断層の前に上げ足を一つしたいんですけど、この辺の地層の記載が非常におかしい。どうおかしいかというとですね、彼らこれを何万年前の砂と言っているのかよく分からなくなるんですが、このちょっと色の濃いところが洞爺火山灰、11万数千年前です。で、何が書いてあるかというとですね、ここを見ていただくとですね、黄色い砂が書いてあって、その上に赤茶けたローム層があって、その上に洞爺火山灰がある。で、この洞爺火山灰が11万数千年前で、黄色い砂が溜まってしばらくしてから11万5000年の火山灰が降ったということなので、これで見ているとですね、この黄色い砂は12万5000年ということになる。ところがですね、ここに何が書いてあるかというと、黄色い砂の中にこの火山灰がある。この黄色い砂の中に入ってしまっていて、まともにこの年代にないんです。この砂の年代がですね、まあ、こちらが12万5000年の砂で、これが11万ぐらいの砂ということで、これ連続しちゃってるんですね。で、その距離はたった15メートル。黄色い砂はずっと続いてるんだけど、ここが12万5000で、ここは11万って言って、これありえないですね。どこかで何か作業をしてると思うんです。地理的にという意味ではないです。調査者が何か錯覚をして間違えてると思うんです。断層の話に戻ります。これですけども、ここの部分を、この図もこう縦を強調している図です。で、次に出てくるのは普通の1対1の図です。こういうところが書いてあって、12.5 万年前の海底の砂、そしてこれが洞爺火山灰で、その上に10万年前の海底の砂が来ます。で、断層はこいつです。地質学的には非常に明瞭な逆断層が書いてあります。
で、これですね、これもちょっと専門用語で申し訳ないんですが、これ出さざるを得ないんですが、そうめん滑り断層。そうめん滑り断層って言うんですね、地層と地層の境の面でずれてるという意味なんです。例えば、こういうところ地層の境目があるでしょ。この境目でずれてるという意味です。で、どういう意味があるかということですが、これでわかりますかね。本にちょっとマーカーで線を引いて、これを曲げるとこんなことになります。こっちの方がはるかにギューッと変形しているわけです。これはこの一枚一枚が地層だと思ってください。その一枚一枚の地層のページとページの間でずれてるんですね、断層で。ものすごく折り曲げられたところがものすごくずれてるから非常に変形します。ページごとにずれていてですね、これがそうめん滑り断層なんですね。一枚一枚が地層です。それを折り曲げると地層の境目でこうずれが発生してくると。折り曲げないとそうめん滑り断層は発生しません。折り曲げるから動くんですね。ずれの量は 1.5 メートルぐらい、ここも 1.5 メートルぐらい、こちらはもうちょっと大きくて2メートル近い状態になります。10万年前以降に確実に動いています。ということで、規制委員会が定義する将来活動する可能性のある断層等に完全に合致します。で、そうめん滑り断層ですが、こういう形で断層が動いて、ここで地層がこう曲がるんですね。で、曲がるときにここに歪みが生じるから、さっきのページで考えてもらっていただくように、この境目で動く断層が動く。これはそうめん滑り断層で、実に妙なことを扱ってすみませんが、つまりこれ親分です。で、親分が動いた、子分が動いたということです。子分だけ動くことはない、ありえない。親分が動くから地層が曲がって子分が動くということですね。これ逆はないです。こちらが主体ですね。親分子分なんていうとちょっと地形学、地質学として怒られるんですけど、まあ、主断層、副次的な断層という言い方ですけど、でつまりここで確認されたこの断層ですね、明らかにこう地層をずらしているわけですが、これはそうめん滑り断層である。10万年前以降にずれた古墳であるだということは、10万年前以降にずれた親分でいなきゃ話が終わるという。で、親分がいるんだということをさっきから申し上げているんですけど、ここのところでものすごく詳しく、さっき縞模様の地下探査の様子を見てもらいましたけど、それとは違って今度ボーリングで直接地層を見てですね、詳しい断面を日本原電から作っています。この範囲でですね、ものすごく詳しい断面を作っています。で、それを北からちょっと見ているとこうなっていて、見事に地層が傾斜している。傾斜しています。で、私が地面が曲がっていると言った範囲はここになります。で、これも何回も申し上げていることですが、完全に地面の変形と地下の地層の変形の場所は一致しているということが間違いない。全くこれ一致していてですね、別々だってことはもうこれ成り立たないですね。だからこれはありえない。 こうなっていて地下は曲がってるけど地面は水平だってことはもう成立していないわけで、これは完全に否定できたと思います。さて、それでさっき地層を見ていたのはここなんですね。それで原理が示したそうめん滑り断層、こういうところに
で、そうめん滑り断層は交互にですので親分が行かなきゃいけないと、もうそれは六箇所断層しかないですよねということになります。こいつが動いてこの地層が曲がります。で、曲がることによってこいつが動いています。で、これは完全に新しい時代に動いている。まあ、僕らからしてみるとこれも重要なデータですけど、12万5000年の海底とか10万年前の海底が変形しているので、もうそれだけで六箇所断層活断層なんていうのかな、それじゃっていう人もいるわけで、だったらじゃあこれを出してやればいいと。これだけで動くこと絶対ないですからね。この地層を曲げないと動かない断層ですので、こいつが必要だということ。これでも最後です。まとめです。幅の広い凍結を作っている活断層から、これがあまりに幅が広いので一般的には広く理解されにくいんだけど、間違いないんだということを今日お話をさせていただきました。昔の海底が変形している、その下で、第三基礎もですね同じように変形をしている、ソーメンスウェイ断層が活動している。でデトセホ断層はそれそのものを あまり過度に取り上げるとちょっと全体が見えなくなる。重要な断層でありますが、六箇所断層に付随する活断層本体ではない、その本体は今でもこちらだということをずっと言い続けてきているわけですが、今日のスライドのタイトルにありましたけど、その教会の疑問、これが全く正当に評価されていないことにものすごく怒ってるわけじゃないけど、なんでかなって、まあ、なんでかなって分かるけど妙な期待というわけではないんですけども、北海道の泊発電所の審査が一回 OK 出たんですが、その後ひっくり返ったんですよね。で、まあ、はっきり言わせてもらいますが、規制委員会が言ってるのは渡辺五郎のパクリだ、僕らの言ってる主張そのまま取り入れてるとしか見えない。で、それでひっくり返した。だけど、なんでひっくり返したんだろうっていう裏も読みたくなるけど、ちょっと置いといて、6箇所も一度は OK 出たのではないですか。それがまた渡辺の論文に答えろという形で蒸し返してきているので、まあ次はもうちょっとマシの方向に展開することを期待するかな。でもそれは裏もあるだろうけど、そんなふうに考えています。以上です。すいません、ご清聴ありがとうございます。先生方なんですけど、付随するってあるけど、さっきは5分だったんですけど、普通は半9分くらいですか。その付随するって意味がよくわからないです。それからもう一つは、最初紹介していただいた大切な画面なんですかね、あれとですね、つながっているとかいう話を聞いたことがあるんですけれど、何がですか。このデト製法の城、六箇所の城、つながっているっていう話を聞いたことがある。デト製法はつながってない。つながっていない、はい、こっちはどうですか。これは私はつながっていると思います。つながっていると思っておられる、はい、そちらからこれ大陸棚外断層で、これを六箇所断層というのです。途中で枝分かれして内陸に入ってきたと思います。それから古文と古文、大陸棚の右側の方もはあれですよね、日本原でも活断層。あ、これ活断層と言ってますよね。言ってます。そっちだけは。南側の方だけは。あ、そうなんですか。日本原連も言ってるんですよ。海の海底の方。海底の、向かって右側にある方の、下の部分は日本原連も活断層だと言っている。あ、でもそんなに長くないと。ないし、この全体は認めてない。で、付随のところですね。付随は、表現難しいですけど、
デトサイホダンソーは、お兄さんソーメンスベリはお兄さんでもないし、弟でもないし、ケラみたいな。それでいいですか。同じ繊維で動いてるわけでは多分ないんですよ。繊維がちょっと違っていて、そうめんすべり断層と比べるとデト製法の方が大きく動いているので、まあ、お兄さんという言葉を使ったんですけど、繊維がちょっと違うので一緒くたにはできないんです。まあ、何でもいいです。大きいお兄さんと小さい弟でもいい。8度っていうのは、これはそうめんすべりだからなんですか。いやいや、違います。違う、あれは全く断層は見えなかった、全く見えなかった。ただ、急に傾いてるのは確かなんですけど、はい、よくわからないですね。あ、で、あそこだけかなと思ったら、その後に見せした日本原燃の資料でも8度ぐらい傾けてるので、今のところうまく説明はできない。ただ8度傾くというのは大変なことなんですよね。そう、あれが本当に変形だとすると、私が考えている以上に変形をしているんだということになると、ちょっと言い方は難しいですけど、こう曲がってちょっとこう水平な砂がついてきて、それがまた曲がってと、12万5千年前の海底の砂が溜まっている時も何回も何回も動いたという可能性が指摘できると。23万年前の海底のあれがありましたけど、あれを曲がっているのは、はい、その先ほど水炭素に、まあ、間違いないと思いますね。こんな風にこうお辞儀するより下が垂れ下がるってことはありえませんので、この範囲が全部断層で折れ曲がっているゾーンだと思います。で、繰り返しですけども、昔はちょっとここだけ見ていたんですけども、これも曲がっているところだけ分かってきた。それで見るとまさにピタリと一致してくるわけで、さっきも言いましたけど、これを見て両者が関係ないという人の神経がよくわからないというところですけど、ちょっと六箇所断層は相当その10万年前、その23万年の方も動かし、もちろんだから数十万年前から動いてきてるので、古い地形の100万年前の地形をずらしてないのかもしれない。100万年前に飛ばしておくか、まあ、とにかく数十万年前から動き始めていると思いますので、こんな状態になっている。で、たまたま12万5千とか10万のところにバーッと出てきているので、一気に見えているという。で、先生が日本原では正直にこのオーバーダンサーの資料を出してるんですよ。これは本当に全部規制委員会の検討会に原燃がもう死ぬほどいっぱい出していて、全部出ています。先生、その太いのっていうのはやっぱりそのあれですか、太いっていうのは音波の反応が強い。僕も専門家ではないので、厳密なことは申し上げにくいですけど、かなり強く反射をしてくる地層としての境目のものだと思います。動きがはっきりしてる、反応がはっきりしてる。どうしたら反射が強くなるかちょっと私は分からないですけど地層と地層の境目がはっきり見える。で、また今新しいボーリングとかを始めていて、前回が渡辺論文にちゃんと反応するようにっていうのを言ってるわけですけど、同じ場所ですよ、あの辺ですよ、やってるところボーリングとか、そういうわけですね。私が指摘したのはここのところですよ。
砂子またそうという変な思想を打ち出してきて、そんな男であるんですかって聞いてるわけですが、それを答えろって言ってますよね。校舎を校舎はこれですよね。校舎っていうのはこういう構造を校舎と言いますと、へこんでるような。それについて日本芸能にきちんとその説明しなさいって。さっきの、路頭の写真がひっくり返したんですけど、あれをいつもね昔見てたと逆だったの。それで仮に活断層が動いて地震が起きると、さっき見せていただいたのパキスタンみたいに東へ向かってドーッとこう流れ落ちるような、そういうイメージでしょ。流れ落ちるというよりもそういうところもあるんだと思いますが、大傾くいくことによってこれが立つためにそのペシャンと潰れるとかですね、そういうのがいっぱい見えてますね。今おっしゃったのはこういくらか斜面があってるのがもっとこうなってしまう、こうちょっと傾いてるのが急な傾きに変わるよって、こういうことをおっしゃっている。そういうことですね。で、私は建築工学部ではないので、それが建造物にどう具体的にどう影響を与えるかは分からないんですけども、今まで世界で見てきた例でいうと、少し傾いて全部倒れて、ものすごく固まらなければ倒れないってことはないんですよ。で、熊本地震の時も益城町でものすごい家が倒れたんですけど、わずかですねこのくらい動いただけで軒並み倒れているんですよ。だからちょっとしたこうずれっていうのは非常に大きな結果を生むんだと思っています。で、すみません、活断層のあるところは何年か経つと同じように活断層が動いて、倒れるようになったということですね。そういうことですね。何年かではないですけど、何百年か何千年か。ですから、昔の最初に工場などあるところは非常に危険だって先生はおっしゃってるんです。そういう面で立ててはいけないところではないのかと。で、立ててしまった原因は田中先生の説を認めるわ自分たちの成り立たない先生にしようとか、ちょっと長い8年前も同じような話伺ったと思うんで、そうすると攻めに相手とか、でも映像で見せていただいて少しは分かったかな大間原発のあるところが一番高いんですね、地形で。ずっと右へ傾いてるでしょ。それがまた洪水事例っていうか。それじゃあ、あえてじゃあ天然岩立場に立って考えるとして、そのさっきのそのひな壇型というですか、こう先生はその、曲がったんだよという話をされましたが、天然さんはそのひな壇みたいなんだよって言って、じゃあそのひな壇型が正しくて、渡辺説、若田鈴木説は間違ってるんだと否定をしたいとしたら、何を言ったら否定ができますか。こういうネタがあるじゃないか、いやからこれは間違いだよって言えるとしたら、彼らが多分よりどころにしているのは、ここのところに一枚古い地層が入って水平な地層が、それが砂子また層っていうんですけども、100万年前の地層が下がずれて傾いてるけど、100万年前の地層が動いて全然傾いてないから関係ないなっていう、多分そこが一番強い論拠だと思うんですけど、僕はそんな砂浜とそうなんかないと言ってるわけです。
玄年さんはその水平な地層が地下にあると言っていて、先生はないと言っている。水平な断層、今の地層、はい、水平ではないですけども、少し海に傾くような100万年前の地層があって、そこでも動きが止まっている、曲がっていないものがあるという主張である。はい、10年前にはヘンデル地形学の専門家の先生がいらっしゃる、ね、います、ね、中田先生、鈴木先生はヘンデル地形学って前のテレビでもちょっと拝見したんですよ。ですからヘンデル地形学の先生方のおっしゃるのを弁理さんに認めて裁判やっていても、なかなかそこは向こう様負けるから認めたくないのが何でも続いてるっていうか、そういうこと。あの認めたくないというのは多分そういうことだと思いますけど、あの変動地形学といってよろしいかどうかですけど、まあ、活断層を研究してきた方が向こう側についていることはついてますよ。同じような専門家、あの皆さんから見ると多分同じように見える専門家です。その地下にあるですね、6箇所断層という逆断層なんですが、これは動く場合必ずその逆断層をよりひどくする方向にしか動かないものですか。動かそうですね、あの動きを変えるということは聞いたことがないです。あ、逆断層が今度は正方向へ動くということはまずない。ものすごく長い時間で見るとそういうことは起こってますけど、あの70万年前から今の プレートの格子が決まっていて、その中で動き方が変わったという例はない。あ、何千万年というタイムスパンで考えるとそういうことはあるんですけど、昔は正断層だったのがギュッと押されてきてこの逆断層に移ったとか、そういう例はあります。はい、どうぞ。大陸棚外縁断層と6箇所断層の関係をちょっと質問させていただきたいんですけど、一応逆断層ということでもっと理解していいのかなと思うんですが、その6箇所断層はずれずしたる原因ってやはりこの地断層と向き断層と関係でもって、大陸棚外縁断層がなんか、ですね、ずれが起きたときに合わせてそちらの方も起こるっていうような現象として、はい、あくまで本体は大陸棚外縁断層あちらが本体ですよね。でこれはもうかなり活動性ありますけど、もう南 あの終わりに近いところで陸上で見えているわけで、本体は海底にある。単独で動くことはほとんどないっていう、単独で動くことはあまりないという。これですか。はい、私はないと思います。6箇所断層は、6箇所断層が単独で動くということは考えにくいと。あ、すみません。はい、どうぞ。審査がずっと続いてまして、最初の、あの先生はずっと8年も前からずっと指摘をされてこられたと。審査の最初の頃とには無視をして、最近になって先生とか先生のおっしゃってることをちゃんと踏まえて、反論しろっていう、この違いが出てきた、まあ、先生が何かを指摘されたからってことですか。その最近になって、そういうわけではないですか。なぜ変えたかということ。そうです、はい、それはちょっと私にはわからないですけども、あとこんなこと言っていいのかな、非常に良かった見方をしてたときに、泊まりの場合はあのまま行くと小さばっかり長引いてしまって、もう認めろと。で認めて、あの重要施設には関係ないということで審査を進めようとしているのではないかと、その程度の論理の進め方ではないかなと思っています。やっぱりなんかやらなくちゃいけないっていうことでしょうね。北田がたくさんトレンチ掘って、これ南のトレを生み出したけどね、このトレンチを掘りましたよね。掘ったらなんか説明しにくいものが出てきたので。あ、まあ、どこで掘ったんですか。この100メートルの塔と前の、ああさっき見ていただいたやつです。でもあれを元に一回 OK 出したんですよね。いや、あれではどうしたの。あれでは出してない。出してないと思うのか。
あ、じゃあ、じゃあそうかもしれない。だから最初の認可の時はあんなのなかったから。でもあれ報告書はそんなに新しくない。新しくないですよね。マキコも言うから。2年くらい前じゃないですか。一回受けました。そうですね。マキコか。最初の報告書に。あ、すいません、なんか身内なんですね。だから6カ所の審査ってすごいもう20年もやってるので途中で基準が変わったりとかですね、そして福島の事故でその前に耐震指針が変わるとか、それから今度福島の事故が起こって過酷事故対策も入ってきたりとかしていて、まあ日本原電かわいそうっていうのをもう20年も審査してるのに未だに本格で行ってないですから、両方疲れちゃってるんですよね。それでまた今フレンチ始めてるのでどうなるかわからないんですけど、でも守備一貫してその大陸棚外縁は津断層ではないというのはもう30年言ってるんですよ。あれをね認めちゃうとね、もう大間、陸奥、東通り、6カ所もう全滅なんですよ。やめなきゃならないのでっていうか、もう全然根底が崩れてしまうので。阿弥陀さんがさ、前回やった時はこの、はい、最初に工事の敷地の中に断層箱があったり、はい、あれは関係ない、うん、古い時代の断層は一応今の評価だと古いと言われてます。6カ所の敷地内の断層はかなり見させてもらいましたけど、ちょっと怪しいなっていうのは一つあったぐらいで、あとは確実はないようでございますので、ね、だから本当に。この構造はこれを見てですね、地形学者がこれ見て何もないと思うのはちょっと異常な話だと思いますよね。はい、先生、そっちの方は本当の方は認めてるんですか。認めてます、ね、あ、そっちも認めてる、はい。断層であるってことになりますと、例えば東通りに関してもどういうことが言えるとか、例えばですけど、東通りの場合は大陸内断層が活断層としたときに効いてくるのはやっぱり基準地震動だと思いますね。で、東通りはだけど別にその他に敷地内に明らかに活断層があるので、まあ、重要施設にかかってないからいいっていう理屈で片付けてますけど、まあ、基準地震度は大変なことになるんだろうと思います。大間についても基準地震度の方に相当影響してくる。大間ですか、はい、大間の断層もものすごく大きな断層なので基準地震度に関わるし、大間の場合は敷地がズタズタなので私は声を出してここには絶対作るべきではないと言ってます。それ大間の裁判では呼ばれてなくお話になりました。承認を、はい、だいぶいじめられました。はい、はい、日本地震学
感っていうのがあって、地震があるとテレビですぐなんですか、あの権威、一番権威があるとされているのかどうか分かりません。そこの発表で、その地震学会が日本中の中には2000もの活断層があるって地図にまで示して、昔からそれ見てるんで、六ヶ所あたりだって、もう活断層だらけで、あのそれは当たりなんだろうって認識してるんですが、そういうところに原燃作ってしまったから、いろんな言い訳をごまかしているのを本人たちは承知してやってるんですか、真面目に信じてるんでしょうか。後半のことに関しては憶測で後で喋りますが、前半のことですが、活断層が2000万あるって地震学者には分からない話、我々の研究成果を彼らが使っているわけで、地震学者には活断層は分かりません。で、地震学者は、それでまさにおっしゃった日本中どこにでも、どこにでも大きな地震を起こす活断層があるとは僕は思わないですね。あの厳然として大きな活断層がない地域はあるので、僕は例えばそういうところならいいんじゃない、建ててもいいんじゃないかと言い続けているわけ で、だけどここはおかしいと。でおっしゃった通りで、多分建設が決まってですね、厄介なものですから、あの住民の同意が得られたら絶対話したくないですよね。だから決まったらもうそこは安全だという作文が始まるんだとずっと言い続けている。それでむちゃくちゃにこう嘘を重ねているんだというのが私の考えです。ちょっと失礼な質問なんですけど、宮城岩手内陸地震とかいうのがあって、あれは確かなんかガルスが得られていなかったんですけど、あれもあの活断層地震なんでしょうか。活断層です。多分そう、相当活断層が見つかっていなかったっていうことですか。見つかっていなかったわけではないんですよね。あのだからそれが難しいんですけど、地震学者は知らなかったんです。で、地震学者がすぐ出てきて活断層ないところで地震が起こったとかすぐ言うわけですけど、僕はそうじゃないとすぐ言うわけです。それは山形地震。先生はご存知だったんですか。まあ、あのまさにあそこっていうわけではないですけど、あのそれは分かってた。ああ、そうなんですか。だから、その、いっぱい論文書かれてます。あ、はい、どうぞ。前、新編日本の活断層っていうのが出たと思うんですね、東大出版でもって。であの、多分それももう随分時間経ってますが、今後新しくですね、日本の活断層っていうのがですね、出版されてすると、やはりこう原子力施設のところにある活断層を表記できるかどうかっていう、まあ、科学的にはしなきゃいけないだろうと思うんですけど、どうでしょう、その辺について。日本の新進というか、新進か、ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですが、新編の方は確かこの大豊な外乱層ってないんですよね。で、出てました日活、うん、いや、あの、東大出版の日活ですよね、ありますよ、立派に出てますよ。じゃあ、他のところもそうですね、今後、原子力施設のところに使った活断層についてやっぱ表記すればいいなって一緒に重ね合わせて、だから出してない、バラバラレジガツバラバラ、はい、私が今お話ししたような活断層が新しくマッピングされるのかという、そうです、はい、そういうことですか、はい、多分ないとあの残念ながら中田先生と鈴木康弘さんと私以外は全員腰抜けなのではっきり申し上げてます、まあ、それとこういうところには組み込んでこない方々ばかり。はい、どうぞ。あの日本の地面って要するに今だから硬い面の硬いところの上にあの柔らかい堆積物があって、でその硬い面のところに柔らかい堆積物があるか、そこに、まあ、断層が起こるとこう柔らかい
面はそれに応じたらこう曲がっちゃうということですよね。硬い面っていうのは要はその建築物を作るときになんか差し込むじゃないですか。そこまでだからそこまで何メートルとかちゃんと差し込んでそれで固定させるみたいな、それがその面なんですね。っていうかすごい一般的な話と。その面って硬いところ。なんか例えばあの辺野古のあの基地作りであの杭をあの立ててそれで作るっていうのはその硬いな硬いところまであの普段そのあのなんていうか地震に強いようにっていうかそこまであのそこに届かないとダメっていうかそういう面なんですかっていうか、すいません、すごくない面っていうのはその面っていうかあのですから多分ですね、ビルとか原発とかを建てるときに建物を支えるための基礎杭を打ち込む面と活断層があるところというのは同じところですかっていう。違います。違います。そうですか。あの通常この段まで止まってると思います。こんな硬いもののところまで行ってないと思います。あのちょっと話に戻るんですけど、あのさっきあの先生の解釈とあと文献での解釈をここに並べたのがあって、砂ごまた層でしたっけ、その水平のね、あのあれの存在するかどうかっていうのがあの結構まあ話聞いてると結構ポイントかなと思ってまして、それで何ていうか、その砂ごまた層が存在するかどうかっていうのを何ていうか、例えばこれからあの規制委員会が審査するにあたって、どうやって決着をするのかというか、あの要は何か改めて調査がした上で何かしなきゃいけないのか、あるいは今ある材料の解釈が問題なのかどうか、その辺は。あの今ある材料では全く何もできない。で、トルクをつけるのであれば新たな調査が必要ですけども、問題は彼らが砂ごまだそうと言っているってことも、砂ごまだそうっていうのはあの陸奥の方で定義されている地層なんですよね、100万年前に。で、離れたところでいきなりそれが砂ごまだそうだと言っているわけ で、それを明らかにするためにはその年代測定しないといけない。で、それで本当に100万年という地層年代が出てくれば、まあ、彼らが言ったことが正しいということになるかもしれません。私はそれはありえないと思いますね。それはその辺の調査 の、 なあの規制委員会の側で調査の指示を出すとかそういう可能性はあるの？調査しろと言ってる方は分かんないですけど、そこははっきりしろと言ってますよね。そう、あ、それも調査しろと言ってる。この間の指示で根拠を示さなきゃいけない。100万年研究の根拠が白尺なのでちゃんとした根拠を示さなきゃいけない指示をして、だから砂のまた層というのはそのどの辺なんですか？ここにするとしたら、そのあたりですか？何年か彼らがあると言ってるのか言ってるのはその辺ここっていうか、ここか、この火山灰の下です。地下は何メートルぐらいですか？その地下3メートルぐらいですね、浅いところです。それがやっぱり一応、新知見として認めたことは、指示が出たんですか？それは分かりました。だから、規制委員会は、私たちの意見を引用して、こうやれと言ったのであれば認めたということでしょうけど、僕らのやつは引用しませんので。しないけど、お方の方たちは何も分からない上に、こういう容器も私なんか全くの素人ですので、静音器、
が50年ぐらい続いている間に54年経って今激動期に入ったから方々あちこちいろいろ起こるんだよみたいな感じも認識してるんですが、だから本当の変動地形がこうやられるのに私は方って日本に十数人ぐらいしかいらっしゃらないというかあったんで、そういう方たちがそういうことをやってるのも知らずに、中曽根とか政治家とかやりたい人たちは何でもいいからやっちゃおうってやって、現状は今いろんなことが起こっているんですよね。そういう認識でよろしいんですか。反対あちこちして駆けずり回っても間に合わないっていうか、なんか、まあ、多分そういうことなんだろうと思いますけど、変動地形学も昔は実は無関心だったわけですよ。僕どっかで書きましたけど、次回を込めて言うと、原発のところに活断層があるっていう人おかしいんじゃないかと思ってます。だって原発を作るわけだから、しっかり調査をしてるわけですよ。信じ込んでいたんで、それで気づいてみたら、もう愕然とするようなことが行われていたという風に思ってます。マセキリのかなりはこちらにもあるんだと。日本原電の能力もあるんですけど、規制委員会がそのきちんと評価できる能力的な問題というのもあるんそれはちょっと資金面とかよく分かりませんが、規制委員会のメンバーで地形地質の調査ができるかと言われると僕はできないんじゃないかなと思います。石渡さんって専門なんですか。石渡先生は構造地質は古い方の地質学、地質学と全然関係ない、こういう話とは全然関係ないです。ええ、石渡先生の専門では全然ない、はい、年代測定自体をやろうと思えばそれはできるものなんですか。簡単に規制になりなんかやる年代測定、先ほどの砂子また砂子またそうですか、僕は非常に難しいと思います。砂子またその硬い砂が持ってきて年代測るのはほとんど不可能だと思っていて、だから彼らはどういう論理でそれを主張してくるのか注目はしているわけです。通常はどういう方法であるんですか。各種重要であるんですか。それはだからずっとその層だけじゃなくてずっと古いとか新しいとか全部あって、でどっかで年代を決めてこう考えるんですよね。一つ地層があってそれを決めるのはなかなか難しいと思います。もちろん先ほどから紹介したように火山灰みたいなのがずっと入っていればそれで一発で決まる場合もあります。ここがきちんとできないと先生のご指摘を原電の方は覆すことができないということになって、こう審査を通らないということになる。そこがどうなるのかなっていうのはちょっと注目しているわけですけど、まず年代は出ないと思って、でそれでもまあどういう理屈をつけてくるのか、でそれを規制委員会がどう判断するかということだと思います。でそれに応じて私がまた論文を書くというようなことになる。その規制委員会が今、いつだっけな、3月にその、示した指示があるので、今それ出します。これが3月29日に出たもので、で下に行って、ですね、ここで括弧1。これは新しいのデータを要求してるんですけど、でデッド西方断層の北端を示す根拠ということで、デッド西方の北側がその新しい、ここに書いてある活断層詳細デジタルマップっていうのがこの間出たんですね。
出たばっかり、2018年ですけど、出たばっかりなんですけど、今までの、デド製法より長さが長くなったんですよ。その新しい発弾素小体詳細デジタルマップ新編っていうので。それで、規制委員会の方が、その一応そういうものが出ているので、北端の位置を、まあ、きちんと示すデータを、準備しなさいということです。それでこの中山崎近傍までデッド線路が達していないとするデータを示すことっていうことを言っていて、まあ、これが一つです。要するに長さがその、新しい本あのマップで出ているけどそうじゃないものを見せる。それから2番目がデッド線路断層の南端を示す根拠を出せる。でこの放射構造を含むってさっき先生が放射構造とおっしゃったんですけど、あのこの、まあ、MHM にて 12.5 万年とか10万年とかのその区分の露頭情報の根拠、特に火山灰層との関係、大球面、断球面の分布及び検索等に説明することで、あの2番目が、反射光探査についての、まあその解析結果をもうちょっと察知する。それでさっきの3番目が放射構造が砂を巻いた上部層及び断球堆積層に変形を与えていないとするのであれば、上層層である砂沼層上層部と認定した根拠、年代間及び分布域に関するデータを示してくださいという、そういう言い方をしていて、そのままその要するに放射構造に影響があるのかないのか、その砂沼層が影響を与えているかどうかについて、まあ、否定できる根拠を出せというのが、ね。それから、うん、そう、砂沼断層の認定根拠、その後は、あとは、あれですね、それで最後、4番目にこれが、と思ったんですけど、渡辺ほか、2008および渡辺、2016に対する業者の評価を説明すること、初めて2008、これは活断層学会の。今日皆さんにですね、活断層学会、配った資料なんですけど、それがですね、このプレイに対しての事業者のマーク、これってどういう意味なのか、評価を説明することっていう言い方で、そのちゃんと否定しろとかそういう話でもないし、どう考えてるのかっていうような、まあ、言い方をしています。すごくなんか変な感じなんですけど、否定しろとは言わないです。そうですね、はい、でもまあ否定しろとも言わない、でも要するにちゃんとこうちゃんと潰してねって言ってるんだろうなと私は理解したんですが、はい、あとは火山ですよね。火山とか火山モニタリング、そういうことについてこれだけ宿題が出ていて、今は現年がボーリングをまた始めている、データを揃えるために始めている。3月29日の基準適合会合です。だからすごく変で、大元はもう OK してるわけなんですよ、基本的にはね。なんですけど、その新基準の調査の中でまたいろいろなことに関して、まあ、いろいろ問題があるねっていう言い方になってます。それで6カ所のね、もう歴史が、審査の歴史が長いですけど、一番最初、デド製法なんて死んでる活断層って言ってたんですよ、本当にね、これ死んでるって言ってたんです、一番最初なんか。昔は本当にもう周りに活断層なんかないっていうのが、審査の根本ですから、6カ所なんかは。で、後からデド製法が活断層に昇格し、で、主断層になりみたいなですね、この審査の歴史を考えてもですね、そのいかにその断層認定なんてこんなもんなのっていうぐらいですね、コロコロ変わってきてるんですよ、本当に信じられないことなんです。ただ一貫して外縁断層はもうあれは無視し続けるというのが6カ所 の、 歴史なんですよ。だからそこはもう変わらない。本当のことを知らないままやってしまっている。いや、分かってるんですよ、もうそれを。分かってるの。
あの、何を見せるの？ちょっとまた同じそうなんですけど、あの砂川のパソの、いやさっき年代間って書いてあったんですけど、そもそも砂川パソは大体この年代っていうのは分かってるのか、それともそれも上なのかっていうと、あとだから原年としてはね、あの年代の特定が難しければ、とにかくこれは砂川パソだってなんか。あれあそこと一緒だっていう、なんかそういう説明を一生懸命しようとするのかなと思ったんですけど、品川またそのタイプロカリティ、模式地のところでは100万とか、はい、それは大体数十万とか言われて、はい、まあ、それは多分いいんだと思いますね、はい、でこう離れたところでポツンと出てくるやつを品川またそと言って、今までずっとそれで通してきた。それで一回審査オッケーみたいなのが出たんだけど、ここでまた蒸し返されているという感じです。いいですか、納得いかなくなって、はい、そういう状況です、ね、だからずっと砂川図書は今回ずっとオッケーだったんですよ。大丈夫、離れたものとこっちのものが何か、例えばなんか成分とかそういうのを、それは難しい。みたいなことは難しい。そんなことはしてないです。で、それ出してもそれは難しいと思います。そしたらやっぱりそこの年代そのものなんか100万年前だっていう根拠を立てないといけないと思いますが、だから先ほど申し上げましたけど、多分そんなことできないと思いますが、どうやって来るのかなというのは注目しているというところだと。彼らが砂をまたそうと言ってるのは、私は 12.5 万年前の海底の砂だと思います。あとご質問はどうでしょうか。すみません、本当に今日はすごい素材がいっぱい文句言って分かるようにやってくれてるのをお願いしたので非常に分かるように先生苦労してパワーポイントを作りましていただいて、どうぞ。すみません、基本的なことで、大陸棚外縁断層が活断層ではない、先生のお話を聞くと当然活断層としか思えないんですけど、なんで活断層でないっていうことをずっと長年分かり通ってきた。それはコンパ探査でですね、海底の地層をこう出しているわけで、私も理屈が分からないわけですよ。だから元年はすごい調査をやっていて素晴らしい成果を出していて、でそれをもとに活断層ではないと言って、ところが私の知っている専門家は同じものを見て明らかに活断層だというわけですよね。だからそれがでも明らかに活断層だとおっしゃる方はもう何も言わなくなってしまったのでちょっと困ってはいるんですが、なんで言わなくなったんですか。地層がこう曲がっているので活動性がないというものの理屈は僕は成り立たないと思うんだけども、まあ断層でスパッと切れてないから活動性がないと言ってるのかなという気もしますが、ちょっと詳しいところはすみません。地震本部って活断層を、ことこが活断層だって出してると思うんですけど、ああいったものに採用されるかどうかっていうことが先に来ることはないよね。地震本部、あの地震水本地震調査委員会ですか。はい、活断層外縁断層が安定していないですか。いやいや、絶対しないです。ちょっとまた話は別のところに行きますけど、大井の海底活断層をずっと小浜に入ってきて陸の活断層につながるんですけど、あれも電力側の言うことを聞いて地震本部はつながってないとやってますから、まあ、ちょっと難しいと。その外縁断層の北の端っていうのはどこですか。
切れたんですけど、もうちょっと先で、あの噴火湾の中で終わりです。噴火湾の中ですね。はい、すごい。あの今の100万年の話ですけど、その砂の摩擦層のそれ自体を測定するのが難しいとしても、例えば下が150万年で上が80万年だったらその間だとか、そういう論拠付けっていうのは、それでも大丈夫ですけど、あの彼らの図を見てると砂の摩擦層と書いてあって、その上に火山灰が載ってる。その火山灰って僕が先ほどからずっと見せてた亜鉛火山灰なので、80万なんか出るわけはないですよね。古くたって11万しか出ないから、それより若いとしか、古いとしか言えませんから、あの挟む方法で出すのが難しいんですね。はい、じゃああと、あの今日は本当にあのすごく分かりやすくやっていただいただけます。じゃ あのまたあの6か所のことはずっと続いているので、秋にそれでですね、すいません、ちょっとあの前回のチラシと変更、次回が変更になりますので、どうぞあの変更のチラシを皆さん申し訳ございません。あの次、沢井がやって伊藤義則弁護士がやる予定だったんですけど、伊藤先生のちょっとご都合が悪くなってしまったんです。それでですね、次回7月の12日なんですが、6か所の弁護団長の浅石先生が、お話をしてくださいますので、ここにも書いてある、もうこの30年も、6か所の裁判をやっていて、私たちあの長きゃいいってもんだとは思わないんですけど、多分ギネスものだろうと。だって最初にね、実際でもう100回後半やってるんですよ。で多分終わらない、100何十回いかないと終わらないんだと、200回まではいかないと思うんですけど、でそんな裁判って見たことないみたいにとんでもなくて、で住民側が伸ばしているんじゃなくて、国側がですね、あの合格証が出ないので書面が書けませんとずっと言ってきてる、そういう状況が続いていますが、浅井先生があの来てお話しいただきました。それでその次2週間後に沢井が話すような感じに変更になりますので、大変申し訳ありません。ちょっと予定を変更いたします。ではあの皆さん、今日渡辺先生すごくあのたくさんお話ししていただきました。最後拍手でお別れ。